はい、どうも、オコリンでーす。今日もね、初代スプラトゥーンの奥トエキスパンションやっていこうと思いますね。さ、それじゃあイカちゃん呼び出しましょうか。イカちゃん、タッチしてへんのに。まだタッチしてへんのに。こんにちは、どないしてる？はい。まあ、というわけで今回はこちらですね。これも多分ダイオウイカでチャレンジなんよ。黄昏のタコプター、ダッシュジャンプで駆け抜けろ。参りましょう。さあ。なんかこんなステージあったような気もすんな。はいはいはい。ちなみにさ、これ左上のやつが、なんか体力みたいな、そういうことやんな。これで死ぬと、これ変のかな？てか死ねんのかな？これ死んだ？あ、死んだらしい、俺。なるほどね。ダイオウイカでも死ぬんや。おっしゃ。今日も張り切っていくぞー。チェックポイント？あ、ちょ待って、これ、上のやつめっちゃ倒しづらいかもしらん。飛んでる敵にはめっぽう弱いぞ、ダイオウイカ。よいしょい。オッケー。あ、木とか登れへんかな。お、木登れそう。ほら。おぉ、すげえ。セミみたいになった。よし、ここは、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプやね。なるべく全部ダイオウイカで倒していきたいよね。こら、逃げんな逃げんな、降りてこい。ずるいぞ、お前ずるいぞ、そんな上に。塞ぎやがって。ほら、降りてこいや。お前がその気なら、こっから、ふっ！ダークソン！弾き返された。もうええわ。もう銃で倒したろ、お前なんか。おい。ここは、ここ一緒やねんな。あ、ここ昔サムネにしたな、俺。初代のインクレールは死なるんや、言うて。懐かしいな。よいしょ。はい。ドン。はい、チェックポイント。さあ、ここは、まあ、とりあえず下段は倒せて、上のやつは無理かな。普通に倒しましょう。やっぱりかなりイージーゲームやね。無敵ってのがほんまにずるいわ。これ、ありなんかな。まあ、イカスフィアも無敵やったか、昔。せやな。うい。結構長いね。うわ、すごい。ん？確かここにミステリーファイルがあったんかな。多分そうよ。この上は？この上登れへんな。こっち側からか。ほ。ほんで、こうやな。オッケー。さあ、まだチェックポイント。ほい。ダイレクトアタック。ドーン。んー、ダイレクトアタック。ダーン。全然気づかへんやん、こいつら。さあ、そろそろ最終チェックポイントかな。あ、まだか。でも電池ナマズは見えてるね。うい。最終来ました。行きます。いやー、くそ、上から。いやー、くそ、逃げんなお前。ずるいぞ、降りてこい。無敵の俺の方がずるいか。無敵の俺の方がずるいです。やべ、てか時間ないやん。行きます。イエーイ。よし、続いて4番やね。これはインク量制限でチャレンジやから、また新しいやつやね。さあ、どうなるんでしょうか。左下にインクがありますね。まずこれ倒してみて、そんなに減ってる気はせんよ。どうなんやろ、オクテイケスパンションといえばさ、結構難しい、あ、死んでもうた。結構難しいイメージやけどさ、初代のってどうなんやろ。これ割と乗りまくっててもいいんかな。ほい、ほい、ちょっと贅沢に、一周目は贅沢に使ってみましょう。普通にやっていけるんかどうかよね。よいしょい。はい、オッケー。ほい、オッケー。で、3匹目。ちょっと無駄、そんな連射力高い？びっくりしちゃった。あ、てか、インク量減ったまんまやねんけど。それ、それむずくね？死んでインク量、そのまんま？しかも回復せえへんやろ。え、きつ。ほ、やばいやばい。よしよしよし、オッケー。ほんで、その上は完結せんか。オッケー。てか、もうインクないんやけど、俺。ちょっと待って、もうインクないで、俺。結構むずい？もしかして、これ。その可能性あるな。あんまりこいつら倒さんでいいかもしらん。できれば全員倒していきたかったけどね。ほい、これは倒す。ほい。で、下行く。オッケー。で、完結。ナイス。さあ、続き行こう。うわ、ちょっと待って、これ。インク足りる？ちょっと待って。これでガード、これでガード。はい。はい、完結で倒そう。
間削り倒します。なるべく。オッケー、よし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 、こっちから登ろうかな。オッケー、やべえ、もう1ミリしかない。いけるんか。オッケー、最終来ました。ほい、完結で上に行けばいいかな。はい、よし、ほんで上行く。なんこれ正解？あ、こっち正解やったっぽいね。あ、ちょっと待って、ちょっともったいないもったいない、一回で行こう。こっちかな。はい、正解やってくれ。めっちゃ運営やん。めっちゃ運営よ俺。壊せるこれ。早く早く、危ねえ。めっちゃギリなんやけど。いや結構面白いな。オッケー、ちょっと尺短いからもう一個ぐらい行こっか。インク量制限でチャレンジ。スポンジの空中庭園、膨らませ夢と希望。さあ夢に満ち溢れております。行きましょう。あ、今回バーが 1.5 本もある。ちょっと多いね。1本限定じゃないんや。まあ、これ塗んのに結構インク使うからね。まあ、最低限の分量でいきましょうかとか言うて、打ちまくります。打ちまくって俺は最後にヒヤヒヤする方が好きなんです。緊張感多めでいこうぜ。うい。贅沢にいこうぜ。俺は贅沢に使うんだ。だいたいこういうのってさ、貯めててもなんか、使わんやん。ファイナルファンタジーでエリクサーとか取っとくけど使わんやん。そういうもんやねんて。使っていこう、使っていこう。お金も使わなな。それは紙切れでしかないから。使いまくっていこうぜ。ふる。ちょっと待って、これ。はい、はい、はい、はい。はい、オッケー。てか、もう半分ないで、俺。半分ないです。まあまあ、それぐらいのギャンブル性やった方が面白いでしょう。ほっ。これちょっと無理？これちょっと無理かな？ほっ！だー、無理か！そこいけへんかな？無理かなこれ。めっちゃギリギリでいったら。ほっ！お、いけるいけるいける。これインクなしで渡れる。ほっ！うぃー。はい、さよなら。なんやねん、こいつら。何のためにおってん。よし。しっかり風船も壊してと。さあ。これは壁登りかな？よいしょ。あ、これ縮むな。縮むのは嫌だぞ。やべ。よし、こんなもんでいいかな。で、壁塗りは軽くでよくってと。よし。あ。これくぐられへんの？めっちゃくぐれそうな見た目してんのに。あかんねえや。あ、最終か？いや、まだやな。ここめっちゃインク使うやん。ちょっと待ってや。ちょっと待ってよ。これ、割と節約せんと。割と節約せんと開けませんですよね。やべ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 。あ、無限インクコーナー来ました、皆さん。チートです。私、チート使っております。いいんでしょうか？こんなに、打ててしまって。え？なんかピコン言うてんねんけど。なに？え？結構ゼロになってから打ちましたよ、私。そんなに打っていいんですか？さっき俺ギリギリみたいに言ってたアホじゃないですか、そんな。え？そんな打ち放題やったら打ち放題言ってくれんと。ういうい、これは多分インク関係ないからこれで割っとこうか。ちょっと上かな。あれ割れへん。これ届かへんのか。よし、じゃあこのまま行こうか。結構打ったよな。インク1本分ぐらい打ったで俺。これボムいける。あ、インク不足。マジか、ボム打つ用はないのか。頼む。なんでやねん。おい、ここまで行ったんやったらもう行かしてくれや。あかんのかい。うん、今ゼロやけどまだピコン。あ、違うわ。あ、ごめん、分かってもうたかもしらん。この左上、じゃ左下のインクはなんていうの、
予備インクみたいなことやわ。せやから俺ほらもう一本分、ほらもう一本分背中にインクあるわ。なるほどね、そういうことか。左はカートリッジってことな。オッケーオッケー、それが分かればもうこっちのもんよ。かなり余裕、かなり余裕ということが判明しました。よし、今日はこの辺かな。はい、今日3つやりました。次回はまたダイオウイカのシリーズですね。それじゃあダイオウイカかっけーって思ってくれた人は高評価教えてくれると嬉しいです。それではお疲れ、バイビー。